跡取り娘だったりして強い人欲しい。でも私アイドル楽じゃない。このかっこいい野坂くん、私の両思いの相手。でもダメー、私のパパと野坂くんのお父さんは変変、みんな変。でも癖になりそうな変な人たちに囲まれて、はにゃ。愉快誘拐香港ギャング、クク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 、クセになりそう、超超クセになりそう。調子乗ってるね、なぎさちゃん。そう恋する気持ち求められない。こんなにこんなに調子そうそう、癖になりそう。現在東京上空高度 800m、 見えます、北千住南口屋外公開動画。そうよそうなの、気になったら最高、いよいよフィナーレですよ。さようなら、みんな次のコンサートまた来てね。さようなら、なぎさちゃん、ゴンベルクのアンコール、アンコールアンコールアンコール、アンコールの声とともに再びゴンドラが降りてきて新曲を歌う。だね、中竹くん、はい、アンコール、アンコール、アンコール、そろそろゴンドラが降りてくる、アンコール、アンコール、降りてくる、アンコール、アンコール、降りてくる、アンコール、アンコール、白鳥渚は我々竜の首が預かった。渚ちゃんが誘拐された。慌てないで、早く警察に連絡してちょうだい。はい。何何、どうなってるのこれ。俺たちはその名もとどろく香港ギャン、竜の首。竜の首、わかった、これドッキリなんとかでしょ。カメラはどこなの。ドッキリなんとか、それ小道具のマシンだ。よくできてるわね、ちょっと貸して。ゴされたんだ。
少しは自分の立場が分かったか。すごーい、森にいっぱいワクワクしちゃう。だから誘拐されちゃったんですよ、白鳥渚ちゃんが謎のヘリコプターで。なんですって、渚ちゃんが誘拐された。わかりました、全力を挙げて追跡します。ヘリコプター部隊出動。あのヘリコプターだ、電気威嚇射撃。これは一大事だ。角田財閥の総力を挙げても渚ちゃんを助け出さねば。スイッチオン。サンプリングバイシャトリン渚。スリーンだぴゃん、キーボードだぴゃん、モニターだぴゃん。何してやがる、カーブを使わねえか。はい、謎のヘリコプターは東京湾を抜け伊豆市東方面に逃走中。すんごいスピードで我々を振り切った。なるほど、伊豆市東か。よし、いけどうすぎて、いいし、絶対ヘリコプターの行方を突き止めてやるぞ。私はメディアを超越したスーパーアイドル、モモコファイター。なんだこりゃ。行くわよ、神岡。はい、モモコ様。ほいほい、よーいいぞいいぞ、モモコ、やったやったよ、モモコ。これからのスーパースターは舞台やスクリーンだけじゃダメよ。あらゆるメディアを制圧してこそ真のスーパーアイドル。はい、行くわよ神岡。あ、待ってください、桃子様。なんだったんだ今のは。おっと、こんなことしてる場合じゃない。お、出た。香港情報。香港最大のマフィア組織、竜の首が日本に進出を企ててるぴょん。伊豆七島の八丈島近くに人工の要塞島を作った模様だぴょん。竜の首、その要塞島ってのはどこにあるんだ。はい、だいたいこの辺りだぴょん。よーし、これだ。いいか、我々の手で渚ちゃんを救い出すのだ。香港マフィアといえども我々の敵ではない。香港マフィア。そうだ、香港の暗黒マフィア、竜の首だ。竜の首。どはげは、すいません、昨日から持病の風で。あ、夕方から妹のお誕生会がありまして。いや、僕も今日はちょっとギリッということですので。すいません。ああ、小分一に差し、しけしょー。こうなったら俺一人でも渚ちゃんを助けに行ってやる。角田、俺も一緒に行くぜ。そうか、助っ人なんかいらねえ、俺一人で十分ぜ。二人の方が心強いだろ。おめえがどうしてもって言うんなら連れてってやってもいいぜ。その代わり足手まといになんなよ。アイドルの白鳥渚ちゃん誘拐事件は警察の必死の捜査にもかかわらず全く進展していない模様です。
一体全体、渚ちゃんはどこでどうなっちゃっているのでしょうか。いい、中ちゃん。ザ・ベストデンは生放送なのよ。しかも、渚ちゃんの新曲、渚のセレナーデ、初登場の1位なのよ。え ?1 位ですか。そうか。CD の売り上げも良かったし、渚ちゃん聞いたら大喜びだろうな。この渚ちゃんが誘拐されたんでしょう。は、はい、そうでした。渚ちゃんがいなければ番組が始まらないのよ。まだ無事は確認されてないの。はい。ああ、放送は今夜だってのにどうすんのよ。お前な、高速艇で来るんじゃなかったのか。悪い、今月は小遣いを使いすぎちゃってチャーターできなかったんだよ。おい、なんだよ。見ろよ。え、あれが竜の首のアジト。うわあ、助かったのか。おい、大丈夫か。なんとかな。どうにか着いたみたいだぜ。マシンガン持ってるぜ。俺に任せとけ。あ、の、野田か。いたか、野坂家ひおぎ、弾丸かわしの術。あ、そこまでだ、小僧。悪い、野坂。くそ。だな。おい、お前ら誘拐されたんだぞ。ん、そうだ、私たちを誘拐した目的って何。え、さあ、身の代金はいくら。1000万1億。ねえ、いくらなの。ドンが来ないと、もうじき香港からドンが来ますから。うん、ドンが来ないと何にもわからないのね。ああ、もうそろそろ出ようかな。え、ここ出るだと。簡単よ、熊吉お願いね。いつでも逃げようと思えば逃げられたんだけどね。それじゃつまんないじゃない。に、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 このなっただのアイドルじゃないのか。中竹さんが見てたら怒るだろうな。はあ、すっきりした。さ、帰ろう熊吉。あれ、待ちな。今帰られちゃドンに怒られちまうぜ。これを見ろ。野坂くん、おまけに角田くんも。ごめんよ、渚ちゃん。所詮おまけですか。ご苦労。お待ちしておりました。こいつがどんだって。まだガキじゃねえか。
こいつを海に放り投げてサメの餌にしな。そんな冗談だよ。君が白鳥なぎさか、テレビで見るよりずっと可愛い。あなたがドン？そう、ドン・コルネオール・ジュニアさ。私を誘拐した目的は何なの？僕の長年の野望を果たすためさ。野望？白鳥なぎさ、君は香港でもすごく人気のあるスーパーアイドルだ。だから、だから僕と一緒にカラオケでデュエットしてちょうだい。カラオケでデュエットなの？それが長年の野望。そうなんだよ。毎日毎日渚ちゃんが僕の夢に出てくるんだ。お願い、一緒にデュエットしてくれたら僕組織を解散するから。ドドン、ふざけんじゃないぜ。そんなことで渚ちゃんを誘拐したのか？やっぱり僕の夢は儚く散った。いいよ。だって海の向こうからわざわざ来てくれたファンなんだもん。ファンは大切にしなくちゃね。ザ・エンコーテン！やっぱり渚ちゃんは見つからなかった。ああ、もう放送は台無しだ。ディレクター、渚ちゃんから連絡がありました。何、無事だったの？テレビなんか出して一体どういうこと？ともかく渚ちゃんが言うには、カメラとスタッフを連れて八丈島の沖にある人工島まで来てくれって。あれですよ。さあ、今週の第1位はやりました。やっとり渚ちゃんの新曲、渚のセレナーデがいきなりの第1位です。でも残念ですが、皆様もご存知の通り、白鳥渚ちゃんは、おっと、白鳥渚ちゃんが見つかりました。映像も入るようです。渚ちゃん、皆さん、ご迷惑をおかけしました。でも渚は元気です。今日は香港から来た可愛いファンと一緒にデュエットで歌います。それでは、ドン・コルネオール・ジュニア、どうぞ。
でありますが、津山さんのバイクを当て逃げした犯人は未だ捕まっておりません。さて、次は香港マフィア、龍の首に関するニュースです。龍の首は先日アイドルの白鳥渚ちゃん誘拐事件を引き起こした香港最大のマフィア組織ですが、どうしたの？今朝方解散を発表いたしました。繰り返します。香港最大のマフィア組織龍の首が今朝方解散を発表しました。解散宣言。これでヨル君約束を果たしてくれたんだ。コルネオールさん、龍の首を解散してこれからどうするんですか？芸能界に、芸能界に入って歌って踊れるギャングを目指します。そしてまた渚ちゃんとデュエットするんだ。頑張ってね。超癖になりそう。まだ青い、ピンクは桃色、桃子色。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番癖になってる女の子は誰？それは、それは